こんにちは、皆さん。今日は中国、四国地方の交通網や通信網の整備に関連した影響について詳しく解説していきます。今回の目的は、中国、四国地方の交通、通信網による地域の結びつきや産業の変容を多面的かつ多角的に考察することです。そして、この地域の地理的特色を理解することで、視聴者の皆さんがその影響を具体的に把握できるようになることを目指しています。本編でははじめに交通網と通信網の整備状況を概観し、その後人々の生活や産業に与える影響を分析します。最後には、この交通、通信網が他地域とどのように関連しているかを考察します。交通網と通信網の現状。中国、四国地方は交通網と通信網の開発が進んでおり、特に鉄道と高速道路のネットワークが非常に発展しています。新幹線や地方路線などが地域を縦断し、人々が迅速かつ効率的に移動できるようになっています。また、高速インターネットの普及により、地域社会は今まで以上につながりやすくなっています。人々の生活への影響。交通網の拡大により通学や通勤が大幅に簡素化され、地域内外のアクセスが飛躍的に向上しています。観光業も盛んになり、多くの人々が中国、四国地方の美しい観光地を訪れるようになっています。一方で、通信網の整備が進んできたことで、地域社会内でのコミュニケーションが劇的に改善されています。これにより、人々は情報を瞬時に共有できるようになり、遠隔地でも働きやすくなっています。産業への影響。交通網と通信網の整備は産業にも多大な影響を与えています。特に農業や製造業では、効率的な物流ネットワークの構築が進んでおり、競争力が増しています。生産者と消費者が直接つながるプラットフォームが増え、地域産業の強化が進んでいます。他地域との連携。中国、四国地方は交通、通信網の発展を通じて他地域との関連を深めています。これにより新しいビジネスチャンスが創出され、産業の変容が進行しています。例えば、新しいパートナーシップが形成され、地域間の交流が増加しており、これが結果的に地域経済の活性化につながっています。まとめ？今回の動画で見てきたように、中国、四国地方の交通、通信網の整備は地域社会に多くの利点をもたらしています。人々の生活は便利になり、産業はさらに競争力を増しています。さらに、これにより他地域との結びつきも強化され、多くの新しい可能性が生まれています。それでは皆さん、今回の動画はここで終わりです。交通、通信網の整備に関する知識が深まったことを願っています。質問やコメントがありましたら、ぜひコメント欄にお知らせください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。